第1回ハワイ古典サミット。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ本日の議題は。本日の議題は。はい。まずハワイに持っていく絵。はい。はい。をこれから描く。なるほど。その作品の構成とか、はい、どんな作品にするかを考える。海外の郵送、絵の郵送がさ、うん、まあ高いけん。そうよね、うん。そんな大きい、こんな大きいのは無理やけんさ。うん。こんぐらいの作品を、うん。まあ、10点、20点ぐらい。10点から20点ぐらい。うん。作れたらいいなと。なるほどですね。うん。まあ、こんな風に作品が出来上がるっていう、ゼロの状態を、おー。見てもらえばいいんじゃん。なるほど。ちょっと面白いかもね。うん、今決めとうのが、うん、この前俺がさ、うん、出た出ましたこれです。出たよ。買い占めできた。画像の人って横に来る。はい、これ、はい。この楽譜。これね、うん。あ、この前のちょっとちっちゃいのか。小ぶりな。あ、なるほどね。うん。うん、これ、日本の技術と思っちゃうね。うん、多分しますと。分からんけど、うん、なかなか見らんのよ。そうだね。この楕円の額って、うん。これはもうあれやろ。日本中の在庫をかき集めて全部買い占めたけん、うん、これからそれの新しいやつが世に出回ることは一切ない。一切ない。7年前に廃盤になったらしい。なるほど。こいつがね、うん。で、それがまだ残っとったらしいというか、うん、7年間。うん、なかなかこれで書こうと思う人多い。そうよね、うん、で、その7年分の売れたのが少なくて、うん、で、世界堂っていつも言っとるところにずっとあったのをちらっと並べてあったという、うん、これめっちゃいいと思ってこの前2個作って、うん、それがめっちゃ良かったけんさ、うん、いいのができたけん、うん、この前買いに行って、うん、これ全部買いますこれ全部買いますえ、でもさ、それ世界堂でしか売ってないと、あの、これを作ると工場があるっちゃけど、うん、額縁のこれを卸しとるのが世界堂だけど、うん、なるほど。じゃあもう世界堂で買いしてみたら本当に存在せんってことね。あれ、あと工場にいくつかあるけん、うん、それを全部買いしてみた、うん、40万コースくっそウケるやんまあでもそれがアート活動の一環と、なるほど、なるほど、オリジナリティを作るっていう、なるほどね。今後これ出てくることないなるほど、俺の作品説明しよう。一流のアーティストの作品はアイデンティティを持っている。つまりその作品を見ると誰の作品か分かる特徴を持っているのだ。彼は額縁を買い占めることによりこの作品は小野優斗の作品だと作品にアイデンティティを埋め込むことに成功した。これを聞いてなんだよズルかよと思ったあなた、まだまだ現代美術を理解していない。自分の作品の特徴を金で買う行為自体が資本主義における現代美術のあり方に一石を投じるアートなのである。長いあ、いいね。でも、うん、俺の作品、これが出てくるの、うんうん、99%。 おー、今持っとう人は多少おるやろうけど、うん、まあ言うて少ないと思うけど、これね、今までいろんな古典とか見たりさ、うん、しとっちゃうけど、うん、まあ見たことないよその形ね、この画角、うん、で、あのニューヨークのメトロポリタンとか、うんうん、だから丸い絵とかあったという。へえ。しかもこれより立派な画。あ、そうなんや。そうそう、あることはあるけど、うん、これがずらっと並んだ、なるほどね、時計は多分ないと思う。なるほどね。意見これでいきたい。いや、面白いね、確かに。この金額で出せるって多分日本の技術と思う。うん。意見これをバーッとなるとか。なるほど。ハワイの会社。そしたら多分見たことないやろうけんすよ、うん。折って目を引くと思う。確かに。はあ、じゃああとどんな絵を描くかだね。この前やったのが、うん、あのストーリーやったかって、うん、ストーリー性があるね。ユニバラが、うん、前に書いてユニバラがお嫁にしたけどさ、うん、次のステージが第2章の書けだっていう感じで、うん、タイトルがなんかユニバラの道はバラの道、うん、歩くするパターンユニの花、うん、であれこれいいなと思ったけど、うん、なんかストーリーがあるって、なるほど。いろんな画家さんがおるけどさ、うん、
なんかその人にしか分からんストーリーみたいなたくさんあるっちゃうけど、うん、基本的には売れた絵を、うん、同じようなのをいっぱい作れっていうのがセオリーだよ。へえー、そうなの。そうそうそう、その人の絵っていうのを定着させない。ああ、なるほどね、うん、草の弥生さんやったらあのドットの絵とか。そう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 、ね、なるほど、ね、自分テイストみたいなのを定着させないと。なるほど。けどなんかストーリーがある絵っていうのはあんま見たことないけど、うんうん、多分うちには秘めとっちゃうけど、うん、そのストーリーを表に出す方法がない、これ一枚。確かに。けど俺ら動画で出す、確かに、ストーリーを出せる、うん、1枚、うん、だけどそれは多分ハワイとかアメリカとかでも、うん、おってなるんじゃないかな。なるほどね。今考えたのはこの額を使って、うん、ストーリーがある絵、ストーリーもある絵、うん、ストーリーっていうのはそのなんか物語にするのか、うん、今までやっとったのは俺の今の状況とか、うん、これからこうなりたいとか、うん、そういう思いをあとは表現するみたいな、うん、どっちでもいいかなって、なんかそういうのがあったらいいなって思って。なるほど。10枚から20枚やけんね。あ、いや、10枚から10枚全部が全部、うん、あの線でいいと思う、ストーリーがあるっていうふうに、まあ、その一連っていう感じで、うん、1枚ずつに物語つけるのは無理やけど、うん、まあ、でも一つの物語の中にその10枚目が入っとってもいいけ。あ、そうやね、それでもいいね、うん、あ、それいいね、うん、やめもいいよ何のためにどう考えても俺が発言したことをメモらんとさ、何の意味もないよ、その手に持ったやつ。あ、面白い、マジ。はい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 。あ、それいいかもしれん。ああ、一個の大きなストーリーの中に、うん、10枚ぐらいある、うん、絵がそれに入ってくるような感じやね。海外に進出するってすごいことやけどさ、うん、思い切ったことやる。確かに。しかもまだそこのレベルには俺達してないけど。なるほど。けど無理くり行くけん。なるほど。普通はキュレーターって人がおったりとか、うん、その絵に携わるプロフェッショナルの人たちがギャラリーに を紹介してくれたり、うん、通じて海外のギャラリーで、しかも日本のギャラリーが海外に進出したところで出すという。なるほどね。普通はね。うん、セオリー的に。で、行けばね。うん。あ、だから日本 の宮園高野ギャラリーっていうのが、うん、宮園高野ギャラリー、ニューヨークでっていうのを取って、うんうん、俺が宮園高野ギャラリーで個展して、うん、例えばいっぱい絵が売れたり、盛況やったりしたら、うん、じゃあ海外でも行けるかもっつって、うん、宮園高野ギャラリーのニューヨーク支店の方で出す。なるほどね。こっち側が、ね。うんうん、それがセオリーだ。なるほど。そこまで行けば海外でいっぱい回れる、うん、いっぱいギャラリーもっと日本の会社あるけど。なるほど。けどそうじゃなくて、うん、よし行くぞっつって、うん、飛行機に乗って海外に行ってこのコンテストは貸してって見に行く作戦って。なるほどなるほど。そう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 、そういうことね。うん、あああ、もうあのそんなレベルじゃないっちゃけど、うん、そういう挑戦をしようと思って。挑戦出ました。はい、挑戦ってことね。うん、はい、日本から飛び立つ挑戦、うん、飛び立つ、日本から飛び立つ、なんかそういう感じで表せればいいな。でもやりながらだいぶ変わっていくけどね、どうせ。うんうん、今喋ったことなんです、うん、前回もそうやって、うん、確かに最初のどういう絵にするか、どういう構成にするかって、うん、俺の思いを伝えながら、どん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 みんなで話し合って変わっていった。確かに変わってたね。で、今喋っとうことがそのまま絵になるわけじゃないっちゃけど、うん、これがスタートやけん。確かに。なんか海外に出るための、うん、挑戦みたいな感じにできればいい。なるほどね。まあ、この挑戦は変えたくないね、確かに。うん、挑戦って一個のあって、まあ、そこからどう変わってもいいけど、この挑戦だけはちょっと揺るがない信念というか、置いときたい。置いときたい。いや、マジで挑戦やけどさ。ね。そもそもだって今、ハワイ、えらいことになったわけ。確かに。いや、マジで、円安やばいよ。やばいよ、ニュースで。なんか50年前と一緒らしいよ。物価の高さ。
飛行機代、一人分は飛行機代だけでも、うん、日本のギャラリー借りれる。マジ？そうそうそう。で、あっちでも借りないかんし。最初は自分でコンコンってして探さないかんし。うん、もうあれ取っとけん、ギャラリー。うん、じゃハワイの個展する期間の、うん、飛行機取っとく。先に。なるほど。でこの期間にやりたいですって言わんとさ、はい、じゃあいつやんのって言われる。確かに。で、俺は11月の末でやりますって、うん、そっちの飛行機は取っとる。何も決まってないの。もうチケット見せて、僕はもうこれで行くしかないんです。そうそうそう。やらせてくださいって言うしかない。ね、すごい挑戦と思うけど、うん、アホだね。日本の風景は入れたいなと思う。日本から出る。なるほどね。ターゲットというかさ、うん、あのお客様は日本のお客さんじゃなくてハワイのお客さんを想定してた。日本のお客さんも日本どっちもってことか。うん、なるほど。ハワイ、それはハワイの人も想定してる、うんうんうん、けど日本の人も想定してる。なるほど。やっぱどっちもあった方がいいね、それは。だって来て行くよって言ってくれた人おるけど。そうかそうか。今コメントとかさ、うん、ライブ配信とかしても私行きますって人おる。うん、そういう人たちのことも考えて作らんと。なるほど。難しいね。まあでも物語、挑戦っていう物語が一つあって、うん、その中で10枚から20枚の絵が出てくるような感じで、うん、でもなんか明治神宮とかさ、うん、すげえ綺麗な場所がある日本に、うん、そういう浅草のこの前浅草寺って、うんうん、ああいう風景は入れときたい。なるほど、そういうことね。はいはいはい、動画の中に、ね、動画もでっかいモニター、うん、どっだけでっかいの借りれるかわからんけど、うん、モニターは置くけ、うん、映像を流す、うん、最近そのモニターで流すときに日本の綺麗な風景は入れときたい。なるほど。日本らしい、なるほどね、風景で、来週うん、会場探しに行くよ、俺は。うん、で、その時に、その絵の内容を、例えば日本の風景からハワイに切り替わるみたいな風景は、うんうん、その連携しながら撮っていけるというか、なるほど、なるほど。で、例えば、ここで日本の風景を、明治神宮で、この筆をこう持ってさ、うん、シュッてしたら、次はワイキキで、うん、そのシュッてした瞬間切り替わっとうみたいな。すごいね。その連携は1週間しか誤差がないけど、うん、今決めとけば取れる。なるほど。そうそうそう、いうことか、うん、ちょっと待って、俺すげえ録音ボタンが不安になってきたけど大丈夫だね。大丈夫。オッケー。バリ怖かった今途中で。ゾッとした。ハワイの人に日本の綺麗な風景を見てほしい、うん、なるほどっていうのはある。でも日本の人にハワイの、うん、あのハワイでやってくる挑戦っていう、うん、ハワイの映像も見てほしい。なるほど。じゃあそれをうまく融合させて、ね、そう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 、やりたいわと。うんうんうん。で、あとハワイの個展で売れるかがわからんっていう前、うん、どういうもの販売できるかどうか。なるほど。はいはい、がわからんと、はい、展示はできると、うん、販売がわからんと。なるほど。それが就労になるのか。あ、ビザ的な問題ですよね。そう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 。なるほどね。あっちで詳しく聞かないかな、うん、あっちの詳しい人はもうあの抑えた、うん、いろいろ聞く人はおるけど、まだまだ白紙も白紙やけん分からんけどこれさ、ポシャンでさ、うん、飛行機代全部バカみたいなさっきやらなきゃけど、いや、意地でもやるそうか、うん、絶対にどうにかこうにかやる。じゃあもう最悪よ、うん、最悪路上で並べとく可能性もあるよ、ね、全然あるハワイで固定しましたって絵をめっちゃ並べとく そんな可能性はある。なるほど。もうしょうがない、うん、それは自分の力量とか、なるほど、力不足で、うんうん、できることはやる。 OKOK、okay, okay。いや、いいね、おもろいね、それ。うん、でも動画で必要やろうし、うん、あっちで会場探しでさ、うん、回るときにさ、うん、その会場がハワイのそのど真ん中でやったらさ、うん、多分めっちゃ高いと
お会場費が、うん、多分ちょっと外れたりもする。なるほどね。その時に全部公共の交通機関があるわけじゃないけどさ、ハワイって、うん、で一応あれやったんや、国際免許、うん、お、免許取ったんや。取った。へえ。国際免許で、レンタカーも、うん、まあ、日本レンタカーのハワイのやつを。へえ、そうなんや。うん、でなんかその道の変わり方とかもできたらいいなと思う。あー、なるほど。日本の道とハワイの道。そう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 。道、ちょっと道っていうワード面白いかもしれない。うん。だけど日本、ハワイ、日本、ハワイって切り替えるのも面白いと思う。うん。でも、日本、ハワイ、日本、ハワイって切り替えても、うん、例えば日本のハワイっぽい場所と、うん、ハワイ、ハワイで切り替わっても分からんけど。なるほどね。うん。その切り替えが。うん、だけど日本を取るならがっつり日本を取らん。うんうん。で、ハワイを取るならがっつりハワイを取らん。うん。いかんと。なんか明治神宮とかいいかなと。いいね。戦争時とか。うん。それで言うと俺この前行った、何だっけ、白川水源だったっけ、あの熊本なんやけど、うん、めちゃくちゃ水が綺麗で、森の中みたいな感じで。あれもザ・日本みたいな、もうなめっちゃよかったわ。なんか自然も違うけんね。うん。ハワイと日本人の雰囲気。うん、で、描くものは、うん、ハワイっぽいものを描きたいなと。ハワイっぽいものを描くね。うん。なるほど。で、そこもむずいよ。日本っぽいものを描いた方がいいのか、ハワイっぽいものを描いた方がいいのか。その買ってくれる人が、うん、その海外の人やったら日本っぽいやつの方がいいし、うん、日本人が買うんやったらハワイっぽいやつの方がいいよね。いいよね。あ、でも現地に住んどん日本人がちょっと懐かしむ日本っぽい絵とかでもいいのかもしれない。まあ、ね。ちょっとむずいね、こうなってると。俺はハワイっぽいものを描きたい。俺は行くけんすか。なるほど、うん。じゃあもうそれは先生が描きたいものがいい、うん。俺はハワイっぽいものを描きたい。うん、じゃあそれはやっぱハワイっぽいものがいい、うん。むずいね。すべてが難しいね。カメラ回したの忘れる。完全に忘れる。カット大変そう。大変そうだよ。カット大変そう。まあでも垂れ流してもいいと思うよ。ほんと？だってこれがリアルやそうか。うん。フルテロップは勘弁してください。無理やろ。今出たワードは何？挑戦道。うん。飛び立つ。うん。一つの物語の中に10枚の絵。まあそんな感じか。両手は見せたい。両手は見せたい。この前みたいな両手書きね、うんうん、ユリバラ同時に書いてる、うん、ああいうのは面白いと思う。なるほど。これを2枚並べて、うん、何かと何か。なるほど。お、日本とハワイできるじゃん。ああ、日本っぽいものとハワイ、うん、なるほどね。それでもいいかもしれない。ねえ、もう今ゾクッとした。右利きよね。右で日本書いて、左は朝鮮やけん。後から左利きになってきます、うん、左でハワイっぽいもの書くとか、ね、自信がない。そんなうまかね。完璧にはなけんけ。あ、まあ、でも右手で挑戦やね。うん、挑戦、うん、いいかもしれない。左右で日本っぽいものとハワイっぽいもの書いてもいいかもね、うん、まあ、案としてね、うん、で、うん、これのここで両手でさ、うん、バーッと書くやん、うん、で、書いた状態で、うん、来週持ってって、うん、その続きをハワイでやろうかなと。なるほど、うん、完成はさせんってことね、日本で、うん、ハワイで完成させない、うん、なるほど。で、めちゃくちゃ理想は、うん、もう来週行った時に会場も全部、日程も全部決まって、うん、なんか、ハワイでいろいろこうチャレンジしてほしいもの、いいね、うん、チャレンジね、うん、挑戦、うん、チャレンジ挑戦。モチーフは花。花は入れたい。花、うん、ハワイっぽいものとしては花は入れたい。ハワイの花ってなんない？ちょっと調べたら、うん、なんかフルメリアとか、フルメリア、
モンステラとか出てきたけど。あ、モンステラね。うん。カラフルやね。先生の絵は基本白黒やけどね、うん、モチーフが、うん。ちょっとこれは面白いことになりそうかもしれない。どう表現するかね、そのカラフル。ハワイっぽいカラフルさ、うん。うん。背景の色とかね。そうね。うん。そうやね。それで描く花が決まったら、うん、花言葉調べて、うん、この花言葉にまた何かインスピレーションっていうのがあるかもしれない。うん、で動画の最初は日本から始まる、うん、それをもうザ・日本から始まる。なるほど。じゃあ、琴の演奏ですね。言うたら言うことないです。でも入れたいよ。いや、あったらかっこいい。ザ・日本を入れたい、うん、桜から始まる。桜から始まる。でももう来週までに撮らんといたわけ、うん、シーズンを今やるしかない。誰かコントの演奏できる人いませんか。浴衣はやっぱいいのかな。着物の方がいいのかな。着物はかっこいいんじゃない。着物でやるか。うん。で、ハワイ行った時はもうアロハシャツ、ハワイみたいな。いや、ハワイで着物も受けると思う。あ、そうよ。逆にね。それはね、うん、鉄板で受けると思う。なるほどね。ザ日本で。確かに確かに。でも多分俺浮かれとおけ。うん。現地でこれが現地のアロハシャツ。短パンでやろ。そう。いくやろ。200ドル買おうみたいな。多分浮かれとったらさ、金銭感覚もバグる。なるほど。なんか、うん、俺が浮かれとるけど、多分向こうでアロハシャツ着とったもうコテコテの。くそウケるやん。いやもう重々承知しとるよ。向こうで日本っぽいことした方がウケる。うん。我慢できんと思う。染まってしまう。うん。全然我慢できんで、本物のアロハって自慢してる。これがね、つって。これが本物のアロハよ。そうなんや。確かに、まあ確かにそうよね。ハワイの人たちが見るんやったら着物着とったから絶対面白いよね。面白いけどね、うん、まあ、持っていく分はいいけど、うんうんうん、まあ多分かると思う。まとめよう、ここまで。はい。まあそうね、まあ一つの大きなテーマ、揺るがないテーマは、うん、挑戦と。そうだね。チャレンジだね。日本から飛び立つ挑戦、うん、で、まあそこから発生して出てきたワードが、うん、道、うんうん、無謀ってワードも入れとって、無謀な挑戦。無謀な挑戦ね。で、道と、うん、で、まあ、映像は両手書きの場面を入れたいと、うん、でまあ、一つ難としてみ、まあ、どっちかが日本でどっちかがハワイっぽい絵を同時に描いてるみたいな、うん、で、あとはまあその描く花が決まったら花言葉をまあいろいろ調べてみて、そこからインスピレーションを受けたら、まあ、その都度ちょっと変えてくるな、うんうん、で最初動画の冒頭はザ・日本。ザ・日本。うん。琴の演奏やったり、着物を着てできればなっていう感じ。じゃあ着物は早急に買っとった方がいいね。そうやね。着物は、まあ別に浴衣でも無謀な人は分からんのでね、着物と浴衣。分からんとは思うけど、うん、着物の方が大手ならん、うん、なる。そうやね。なると思う。浴衣より着物の方が大手なる。なるなる。じゃあ買うか。買うか。着物買おう。一旦はこれぐらい？うん。うん。え、侍みたいな、侍ってあれ？袴？袴、紋付き袴じゃない？侍っぽいのもいいかなと思う。なるほど。筆やし。あ、ごめん、大事なこと言わされてた、うん。一つの物語の中に絵が10枚入っていくような感じって言わされてた、うんうんうん。これはちょっと大事な。侍ね。うん。うん。一応二刀流です。確かに、うん、武蔵やん、うん、武蔵やん、武蔵っていいワードかもしれん、うん、
宮本武蔵やん。宮本武蔵はいいワードかもしれない。うんうん、バカボンドでも。でも絶対なんか井上先生はさ、うん、なんか受けると思う。いや確かに、うん、なんかあるかもしれないね。バカボンドでもとりあえず。いや筆で書きそうなんか。筆で書き始めてそう。バリエーションされた。バリエーションされた。いや俺は筆でいく。あ、でも確かに筆やったら日本っぽいよね。日本っぽい。筆あれじゃね？筆はあるよね。うん。で、サムライ武蔵から、井上先生に派生して、そっから筆に入る。挑戦って文字はどっかにいる。うん。ドア玉ボン挑戦でもいいかもしれない、うん、感じで。うん。もう向こうの人には分からないんだけど。うん。まあ、攻める感じで。なるほど。読んで宮本武蔵のことについて調べて勉強のことですね、うんうん、そしたらまた多分次のインスピレーションが出とばずで着物買って、うん、じゃあ袴か、うん、袴って高いじゃないと。じゃあ着物にした。ちょっと待って、でも着物も高かろ。レンタルで行くしかないかもしれない。洋介のさ、そうね、うん、そっか、筆でめちゃくちゃ動いてる。まあ、これ多分上を見たらえぐいことになるけん。上はもう無理、うん、上は見れんよ。もうとりあえず、あ、まあでも下手込み35,200円とかはある。うん、多分これです。こんなの最安じゃない？あ、2万とかも一応ある。どう、あ、それ着物。これは袴か。これ袴だけなんかな、もしかして。じゃあ、着物と袴はまた違うよね。どう思う？これが紋付き袴だよ。うん、あと12万ですよ。袴かっこいいよね。袴かっこいい。かっこいいよ、マジで。普通にかけ、かっこいいよね。袴にしてもいいかもしれない。うん。侍、宮本武蔵や。マジで宮本武蔵と思うよ。二刀流。俺、今日の夜の勉強ノートで宮本武蔵。おってことは、リアルタイムでいつ撮っとくかバレるね。バレる。はい、バレます。そしてまたその宮本武蔵を勉強した結果、うん、また話そう。そうやね、うん、じゃあ一旦今日の会議はここまで、うん、まあでもゼロが何もない状況から宮本武蔵まで行ってる。 OK、うん、だいぶいいと思う、うん、ちょっと面白くなりそうです。面白くなりそうです。じゃあ皆さんぜひ次回お楽しみに、うん、お楽しみに。ありがとうございました。こんな適当な感じ